おそらくエラーラは正しい。セラフィーナについてはもう少し慎重になった方が良さそうだ。だが彼女はどこかグイネラに似ているんだ。俺が昔考えずに行動して死なせてしまった女、俺は同じ過ちを繰り返そうとしてるのか。まあ自問自答しても何にもならんだ。報酬のためにやってる。それでいいんだ。キャドック見て、あそこよ、捕虜が歩かされてる。遠方の神殿にでも向かってるのか。目的地なんて関係ないわ、すぐに止めましょう。慎重にな、近くにお客さんがいるぞ。なんだか妙だぞ。あの捕虜たちが連れてこられたのは逆方向からよね。ダンジョンからじゃないわ。助けて。あなたは神の使いに違いない。神を感謝します。そこらじゅうに大川だらけよ。捕虜も戻ったけど行き先まではわからない。真ん中だな。弓兵が多い。
ってきたな。まだ強くなった。よかった、人間だな。エルフです。ウォーガーじゃなきゃいい。重要なのはそこさ。逃げ出せた捕虜たちが反撃に転じてる。そいつはよかった。敵の陣地をいくつか奪ったんだが、カタパルトで攻撃されていて被害がすごいんだ。あんたら戦士なんだろ。俺たちに力を貸してくれないか。厄介な話ばっかり舞い込むな。考えてみて、セラフィーヌまで木っ端みじんになったら、それはそれで面白いけど報酬にはありつけなくなるわ。まあそうだな。どこだ。ありがとう。急ごう、扉の向こうだ。シールドはすり減ってたか。射程に入ったらすぐに砲撃を食らうだろう。どちらかが右側の塔へ行って側面に回り込むべきだ。戦術はいいわよ、キャドック。
さっさと殺しちゃいましょう。塔に戻って塔の上に上がって、助かったよ。なんとお礼を言えばいいか。現金での報酬は論外だろうから、人探しに協力してくれ。漁師の娘さんよ。俺は見てないが、ペレドゥルならわかるかもしれない。この反乱を先導してくれた男だが、今は再びウォーガーに捕らえられてしまっている。救出できれば詳しい話が聞けるかもしれん。ウォーガーは我々を荒野の先にある古い神殿に向けて連行中だった。そっちに向かえば会えるはずだ。ああ、どうもややこしい方向に話が進むな。